もう何にも関係ない。なぜかというと、踊ってる時にいろんなところにあっても回せないといけないですよ。こうやんないと回せないんだったら、もう全然スタートラインにも立ててないから、ちゃんとまずスタートラインに立つためにはアイソレーション最低限マストです、ね。だからここを使おうとすると、どんなにここにいてもキュンってなるんですよ。要はキュッて力入れてる人をリラックス、うん、外側の筋肉はリラックス、内側の筋肉を優位に働かせてしっかり。でここになんかもう本当に、じゃあ最初は本当バレーボールくらい1個ゴッて挟んでるぐらいの位置で回せるようにして、でどうしてもそれがきついですという人もいると思うので、1回だけ練習しましょう。腰に完全に手を当ててください。でしっかり握ってください。絶対に離さないで。例えばダメな例でこうやって離していくと、ダメポールとして回す、ちょっと回してごらん。それその時の回し方をどこでもできるようにってことです、うん、やっぱ手を解放するとみんなやっぱ必要以上に大きく回しちゃうんですよ。でこれの原因の一つは巻き肩と言っていつも言ってるけど、肩が皆さん前に入ってるんですね、うん、多分普通だと思ってるでしょ。今見た感じほぼ全員巻き肩です。これは現代病です。現代の人はほぼそうらしいです。なぜかっていうと、まあリュックしょったりとか前でこうやって本読むの、まあスマホですかね、一番僕もそうです。だからちゃんと背中をまずいつも意識すること、筋トレも大事ですよ。ここの筋肉が弱くなれば伸びていっちゃうからこうなっちゃうんで、強ければ引っ張ってくれるから正しい位置で、ここで回す。そうするとどうですか、前に行ってないですよ、肩あんまり、うん、前に行こうとするから止まります。プラス腕が一緒に行きます。こういうことです、うん、それはこの位置から前こういうふうに回すからです、うん、じゃなくてここで回しても腕ずっとキープできる、うん、だからまず体から変えていかないとダメです。何度も言ってる。で今日初めてそれを知った人は全然構わないけど、僕がもう何ヶ月も前から言ってるのに回らない人は、僕は努力してないと思いますから、やっぱりそれなりにやってください、うん、別にいいんですよ。その明日できなきゃいけないとか来週できてなきゃいけないって言ったわけじゃないです。ちょっとずつでいいから意識してれば僕見てて分かります、やってるなっていうの、うん、でね、あともう一個、僕はここをこうやって持ちながら最初練習したりしました、うん、これがちょっといいかどうか分かりません。こうだとこうできないですよ、もう前にできないから。でそれでも分かんない人はここがいいと思います、うん、でここでここがずれないでしっかりホールドして、そしたら矢部もそのインナーマッスルの使い方になってるはず。そうもっと後ろですね。基本的に前で回しちゃってるんでもっと後ろなんですよ。そうすると綺麗に、ああもういいと思うんですよ。そうもっと後ろに、だから単純に前を我慢して背中で回すぐらいのつもりでやったら、うん、でそんなに例えば今分かったからって今日綺麗にはできないと思う、うん、あの日にちが必要です。要はもう毎日やって毎日磨いた人が綺麗になるから、まあ、単純に言ったら3日サボったら3日サボった分のダメな方向に行ってしまうぐらい体のことなんでね、繊細です。そうヒットもそうだけど、1日でも練習しないと打てなくなったりする感じと一緒です。あ、いいですね。みんなそう、それをこれからはいじゃあ肩回してって言った時にもうスッと一発目でそこのポテンシャルでいけるようにしていっていただけると、多分心構えから変わってくる。それがぼんやりしても、あいつはこう肩にあったなっていう時間だったらすごく嫌でしょ、もったいないんですよ。だからちゃんと使って、特にレッスンのこの中のアイソレって本当にぶっちゃけ1回につき1分できるかできないから1回につきめちゃくちゃ大事にしてほしいんですよ、この時間は。さあ、ちょっとこれでいきましょう。
じゃなくて、要はここからこうつなげないで、セパレートして、こういうことです。当たり前なんだけどね。当たり前なんだけど、人間って右に集中して次左ってなったら右止まっちゃう、左止まっちゃう。これがまあ最初は普通だと思うんですけど、それも回し続ける感覚を作れる。ただ厳密に言うと人間の体はそんなにこっちも回しててこっちも回してうまくずらしてる、難しいです。だから本当にここを意識するだけでいいかもしれない。要はここが疲れてないとこうです。あんま疲れてない。もう前にただ3分の1ぐらい前にこうやって持ってっただけで、次こっち行って次行くときにやっと引いただけ、うん、じゃなくて常に動かし続けてると多分こうエンドレスに音楽に乗ってる感じが出てくると思う。これはちょっと出してほしいですよね、うん、で難しいけどこうなっちゃダメで、ここの肩のセパレート、肩のセパレート、だから立体的に見なければドンドンドンでちゃんとビートをここで撮ってるようにドンカンドンカン見えたら一番いいです。それがフラットから前に行くとちょっと早跳びになるはずだから、見ててちょっと違和感、カウントはあってたけどなんか音楽に合ってないなみたいな、だからカウントと音楽の違いはよく分かるんですよ。でも多分みんなもしかしたらカウントまでが精一杯で撮ってるかもしれないけど、やっぱドンっていうビートとカンっていうビートとタランっていうビートがあったら全部違う踊り方してないかもしれない、表現っていうのをやっぱここで感じてほしいです。違うって言っても目に見えてね、上と下が違うとか右と左が違う、大きい違いじゃないです。ちょっとした筋肉の動きとか間の取り方とか、まあフィーリングってやつです。それがそこをちょっと意識してほしいなと思って、さっきのところかな、ここで踊ってください。僧帽筋がもうグリグリ動いてる感じ、
セパレートしてないからです。要は胴体と肩の位置があって、ここがちゃんとセパレートしてればどこの位置でもできるんです。でもこうやって動かしてると上がってくる方向と回す方向逆じゃないですか。だからできない。だからアイソレーション大事なんですよ。みんなアイソレーションすごく難しいと思ってて、いやー上手くなってったらアイソレも上手くなるかなっていう。本当に厳しいこと言ったらアイソレできなかったら踊れないですよっていうぐらい。で、僕はちょっと厳しいことを言います、他の人より。そこに関しては僕は言わせてもらう立場なので、アイソレに関しては言うんだけど、まあどうせだったらできた方がどこ行ったって大事だからね。あと自分の気持ちにも関わってくる。要はちょっと甘いとやらないです、アイソレ。僕もそうだったから。めんどくさいじゃん、その地味な練習。だったら踊りたい、やった方が楽しい。でもそこをあえて踊りたいんだったら、そこ大事と思って練習できるところが、僕は上手い人たち見たら分かると思うけど、本当にちょっと武士道みたいな人が多いと思うんですよ。だから面白いです。だそこまで気合い入れるとは言わないけど、もっと自分の体なんて誰もコントロールしてくれないんですよ。できないのは誰のせいでもなくて、もうこうなんとか追求してないだけだから。そう、そしたら気づいてほしいですよね。さっき言った背中を使っている状態っていうのはめちゃくちゃ大事なんですね。で、僕は究極言ったらずっと背中使ってます。どういう状態でも一瞬でも背中が抜けたら、多分その時は失敗というか、あって思うと、僕がジャッジだったら抜けたって思う。何が抜けたかっていうと、音楽性と踊りの気持ちが抜けちゃう。なんかバランスを取ってる背中なんです。だからスポーツも全部そうです。背筋をしっかり使えてないと、やっぱり動きのパフォーマンスが落ちるっていうのをちょっと厳しめに今日は。そうなんで、まあこれは大丈夫ね。上がってくる時もその背中を使う感覚と肩甲骨を回す感覚をしっかりセパレートしてですね。さあ、じゃあ今度はこれを後ろに倒して上がって、まあこれね、本当はもうどこ行ってもできるようにって話です。はい、 OK です。逆も同じことやります。こっちで1,2,3,4、これをしながら前に倒れていきます。1で上に上がるんだらね。さあ、同じようにこれも後ろ倒れてみようか。で、上がってこようか。
ウターマッスルとインナーマッスルって感覚で、多分普通に生きてる皆さんはほとんどがその外側の筋肉で何かを取ったり自分の体を動かしてると思います。でいいんですそれでも。だけどこういう音楽もそうだし、スポーツとかのタイミングだったりとか音楽になぞったりしてスピードをコントロールするにはそのインナーマッスルがすごく大事なんです。でしかも連続的な動きっていうのはめちゃくちゃインナーマッスルがしっかり働けないとできないですね。あの外側の筋肉って一瞬使う筋肉が多いから、うん、あの持つとか押すとか、だからそこを最初に優位に使おうとするとこうなっちゃいます絶対。なぜかっていうとこの大きい背筋でまず自分の体を波打つ方向に持っていこうって脳が判断するからね。そうじゃないですよ、全然関係ないとこからスタートします。横隔膜、お腹をへこまします。で息を吸って肺に空気を、だからさっきのこの、まあ、いつもの説明です、これをやるときもそうです。胸を出すときは外側の筋肉に突き出すんじゃなくて全部インナーマッスルで上げていく、ヨガのような感じですね、うん、でプラスそこにちょっとだけ背筋を使うと、わかる、この胸に勢いっていうのアクセントが出るでしょ、ドンドン。だけど呼吸だけだとちょっと弱いですよ、ちょっとフッと上がるだけだから、そこに押しを入れて、そうすると要は上げでほとんどやってるからこうやって顎上がったりしないです絶対、むしろ下がる、そうそのがまず不思議に見えないですか、胸がなんか動いてるように見えたりする、でその時肩上げちゃダメだよ、気をつけてください、こうやったら見えなくなっちゃう、だからこっから下しか意識してない、使ってない。でそしたらぐっとちょっとだけ反り上げていいです、なぜかっていうとこうやって背骨が反ってるからその方向に向けていくんだけど、後頭部が自分の尾てい骨よりも後ろに行くなって思ったら一気に今度逆にお腹を縮めます。ここは難しいです。こうやってる時って背中にも力入ってるから次こっちに行く時に行かないです、行かないです。で行かないからみんな多分こうやりたくなるんだけど、もっとここをギュー、要はへそとみぞおちをくっつけてください。その間が肉が邪魔してるとか自分のせいですからね、ここを取らないと、そうでくっつかないよね、くっつくぐらい意識する。でその時にもう一個大事なことがあって、肋骨を締めると開くっていうふうに言えますから、これは前後ろの時も全然使うんですけど、おそらくこう経験があるでしょう、後ろになかなか入らない胸が、これは僕も分からなかったんですけど、結局こうやってる時って開いた状態で筋肉を固定してるんですよ、ここで開いたままぐーっと後ろに行くんです、みんなあんま考えない。そうするとこの状態って背骨が固まるらしいです、ここが開いてる、なんか人間多分体がおかしくならないようにできてると思うんです。なので背中を曲げたいときはここを今度締めるんですね。どうやって締めるのか、こうやって近づけていくとこの辺に圧迫がかかっていくのが分かる、その圧迫をもっとかけます。背中を曲げることに意識を集中するんじゃなくて、こっちにここに力を入れる、そうするとギュッて曲がるよ。ただいきなりじゃないです、これも要はここに本当に入れてるつもりになってこっちに入ってる場合もあるから、それがうまくここだ、シンプルに言うと肋骨を緩めたりこの周りの筋肉でグッて締め付けたりすることで背中の筋肉って動く、あ、骨もらしいので、僕はでもらしいというかそれをそのままやったら本当にそうなったから、この状態でこうしよう、肋骨開く締める、開く締める、そうそこにブレスの使えばおのずと筋肉も柔らかく動いてくれる。そして難しいのはここに圧迫をかけた時にグーッと圧迫のかけ方によってはこっち側に上げれるんです。だからできたら上げてください、まあ、そうすると胸の中でこういうリズムが取れるようになったらバッチリで、後ろ行く時に肩がこうならないように落としたままいけるように、さあちょっと注文が多くてごめんなさい、難しいと思いますけど
きなり中からアプローチするっていうのはちょっと最初は至難のことだと思うんですけど、見ていてください、僕上手な人たちのところは。それをみんなやってるから落ち着いて踊ってるし、なんか変なところで生まれ止まれたりとか、ヒット打ったりするから、ちょっと頑張って、あのヒットも変わってくるし、あと筋トレになります。腹筋と背筋とインナーマッスルの筋トレになるから、変にね、ピラティスとかやらなくてもいいんで、これをしっかり切れて、こっち側も今日時間ないんであんまり言わないです、そんな今日はやらないけど、まあなびいたりしながらイメージ作って、ここに集中して、最後はここだけ回せるようになったらいいかなって感じなんで、まあ今日はいいです。とりあえずはい、横スイング、これも溝落ちでリズムを取ってほしいかなと思うんで、肩はもちろん動くけど自分からは動かさないで、肋骨に押し上げられる程度にしてください。はい、そしたら回します。前と後ろの深さを少し今やったやつを参考に、肋骨の圧迫を意識して、そう、横に広くじゃなくて前後に長く、はい、やもうちょっと音もうっすらでいいです、動きの確認程度にしておきましょう。時間もったいないので、はい、よし、まあまあしてますね。腰いきます。スイング、これもまあ深いこと言うといろいろあるけど、できたら上を止めて膝を伸ばしたままこう動かすイメージ作れる。前後いきます。でね、前の時に膝でキュッといかないで、お腹で持っていけるように、で膝は基本的に曲げないっていう感覚でできるのをちょっとお願いします。さあ、このリズムをキープした状態で回転に変えてください。つまり腰を丁寧に回そうって感覚よりも、まず足の裏、足首で自分の下半身を円運動の上に向けてみてほしい。で、上はさっきやったら
こういうちょっと普通のロボットっぽい動きですけど、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シックス、こういう動きです。手は別にそんなに厳しく言わないですけど、まあ、あんまりにも独創的すぎるとあれなんで、一応こういう感じで、こういう掴む感じのイメージ、そうそうそう、で、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シックス、はい。で、体の使い方として、まずサイドツーサイド、サイドツーサイド、で、これは垂直のままとかまでじゃなくていいんだけど、いいんだけど、基本的にはここが一直線つながってるイメージを伝えたい。だからこれじゃダメで、体重移動しててもこうやって、要は上半身の感じがずれちゃダメ、固まったままこういう背筋伸ばして、で、例えばフレーズのスタイルとかだと水平で持ってくみたいな感じがあるけど、これはちょっと斜め後ろに倒れるぐらいの感覚の方がかっこいいかなと思います。で、上半身よりもポイントは下半身です。だから下半身をしっかりと移動できてないと、こっち側だけで頑張ってこうやったってかっこ悪いから逆にやらないと思います。ワン、ツーって感じで、ワン、ツー、スリー、フォー、うん、あ、はい、手のこの動きに対して体がスライドして、あと右左に動いてるっていうのをうまく合わせてほしい。ブン、パン、ブン、カン、バカ。で、足をちょっと見てほしいんですけど、ブン、結構動かしてますよね。しかもある程度安定させてるんで、絶対ダメです。どれだけ綺麗に持ってるか、あと不思議な感じかな、浮いてる感じというか、ちょっと不思議感が欲しいです。で、最後のところが体重の移動と手の動きが真逆に動くみたいなところをうまく綺麗に見せたいから、これじゃ絶対ダメなんです。これは完全に線が大事になるから、トゥーン、トゥーン、トゥーン、今回のトゥーンっていったところは全部すごく綺麗にやってます。むしろヒットとかポーズよりも線の方にちょっと注目をしてやっていただきたい。ここまでにして、ここ、ここまで、まあ僕がよくこのクラスでやるような感じの動きです。ワン、ツー、スリー、フォー、フォー、はい。さあ、ここにポップを弱くていいです。ポッ、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 ポッ。全部ここは同じまでいきます。どういうことかっていうと、打った後にこうやってつながっていくまでです。例えば、ブン、ブン、ブン、打つタイプあると思います。それじゃなくて、こういう感じ。ポーンじゃないんですよ。あと、ドゥンでもないんです。ドゥン、ドゥン、ドゥン、なんかこうずっと進んでるんだけど、ビートがちゃんとドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥンって感じていくイメージ。もう一個ポップでよくあるのはドゥン、ドゥン、ドゥン、本当に止まっちゃうパターン、止まるパターン、止まらないパターン、こういう感じで、このパタイプで踊ってほしいから、一発ずつヒットが強いともしかしたらそこは出せないかもしれないんで、ちょっと弱く打ってます。ブン、ブン、ブン、パン、ブン、パン、あ、ごめん、ごめん。で、大事なのは音楽性なんですよ。だから別に正解は1個じゃないから、すごくよく音を普通に聞いて、ブン、パン、ドン、パン、ドン、パン、ドン、イメージを自分で作ってください。特にこの曲もね、とか、それを今の動きだけで表現できるぐらいになってほしい。1個はね、大事なのは堂々とすることです。1個ずつの動きに自信がないと、チャカ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 動きたくなるでしょ。もうどうぞ見てください、どうぞ見てください、どうぞ全
で、こっちに体重かけながら内股になります。そうするとよくブダブできるこういう形に足がなってくると思うから、まずします。そしたらこういう状態のまま、そう、肘意識はしてほしいけど肩甲骨も動かしてください。そうするとおのずとここの位置に入る。いつもさっきまで骨盤とこっちの肩甲骨がグッと引っかかるところね、こっちで引っ張ることよりも引っかかる方を少し意識していただいて、そうするとここも決まるし、ここだけ引っ張ろうとすると向こうに逃げちゃう時もあるし、なんか上に上がりすぎちゃう時もあるよね。だけど両方使えば程よく連れてくれると思うから、形かっこよくなる。で、肘を肩とは同じぐらいのラインまで上げるとおそらく様になりやすいです。ここでもいいんだけどちょっと弱くない？何が弱いかっていうと、ポーズもそうなんですけど距離が短いとやっぱり弱く見える。ズーンって大きく動くとなんか重く見えるでしょ。そこをうまく使えるようにしてます。いける。ただこれも大きく動きすぎるとこの軽くなる。やっぱ心理だよね。多分僕らもまだ分かんないけど、このぐらいの距離感をこのぐらいの速度で動くと不思議に見えるなっていうのは、多分ある程度人間の目のあれでも決まってると思う。だからね、アニメーションの前の人はみんな知ってます、それはね。僕はアニメーション派ではない、今勉強中だけど、まあ、ブガブでもそうですけど、ブン、ダン、ズン、まあ、ずっと同じ距離で踊ってたら淡々としちゃうんですよ、だけどもうずっと同じ距離でずっと踊ってたら急になったりすると、おっってなる、見てる方、おもろってなったり、音楽のところ、そこをうまく使う。今度は覚えたての人ってやりすぎちゃうんですね、これを。やりすぎるとつまんなくなっちゃう。要はつまんない、つまんない、つまんないからちょっと清手だったら、でも清手だったら動きもずっとやってると普通の動きに見えてくるから、そこをうまく使えるように距離を遊んでみてほしい。で、止まったり、あとは直線だったのが急に柔らかくなったり、こういうのをコップのリズムのパターンとして面白いと思ってやってほしい。そしたらすごい身体能力がないとダメとか絶対なくなってくる。むしろ絶妙な間を出せるある程度年齢いってる人の方がいい踊りすると思います、絶対。僕そこにちょっと自信を持っていただきたいから、こんな簡単なんですけど、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シー、セブン、ズルン、パス、こんな感じで一回止まるのをおすすめします。こういう感じで練習しようか。なんかこう、ほんとトランスフォーマーみたいな、車が道路に変化してきたから、これはすごく気になってきたかもしれない。道路に変化してきたので、これになって、ここに戻ってたりすると、あ、なんか足が良くなります。みんなもそうですね。難しいですね。多分。ここなんですよ。ここの時曲げてないです。こうなってないし、こうなってないです。ここからスッってここに入るんですよ。だから次、同じとこに戻ってきてちゃんと。足も伸びきってて、腰もいいとこに入ってる。あの、ポーズは繰り返せないと、多分本当に入らないので。あの、必ず何か覚えたいとポーズがあったら、行ったり来たりできるようにします。だから今練習します、ここから。コントロールっていうのは本当に全部コントロールできなきゃいけないから、例えば足がね、ここゴムが滑らないからここから落とすのが無理ですわ、じゃあ靴変えればっていう話になるし、自分がその靴を買ってきて踊ろうと思ってるから、もうそれ全部自分のそこから始まってるんですよ、スタートしてるから。それで踊るスキルを身につけない、滑らなくて嫌だったらパウダーも巻いてもいいしっていう、そこも全部含めてストリートダンス、自分の責任です、ファッションだけど、踊りはちゃんと伝えなきゃいけないから、やっぱり今はここから伸ばす、ここが結構僕も大変なんでよく分かる、よく僕やらされたのはこれから、これを
やっぱ疲れてるとこうなんですよ、5分。だけどここまで来る筋力くらいないと足踏んだりとかやっぱできないので、だから皆さんと振り込めた時に分かるでしょ、わーって動くと結構振り込みたいけど踏み込めないじゃないですか。もう一個くるって踏み込むにはちょっと力が必要。あと力と慣れ、だから伸ばすっていう慣れを最近ずっとだから足のヒットでやらせてたと思います。ここをやっぱ使う感覚をさあ、ごめんなさいな。そしたらここから
2、あとここね、ここにいらないんで、どうしても上半身動いてるから、もう全部を動かす、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 だから全部っていうのは、足の裏から頭の根元を一つにして、ちょっとこうならないようにっていう。ワン、ツー、スリー、フォー、ブーン、ブーン、ストップ。全部忘れる。違う。
違う生活、また月曜日午後来る、一からやる、多分それではなかなか効果が難しいんで、ちょっとでいいです。日々考えてみてほしい。例えば背筋伸ばして、ここの方がかっこいいのか、ここの方がかっこいいのか、こうの方がかっこいいのか、こうの方がかっこいいのか、考えられるでしょ、うん、で、考えたものをちゃんと出せるようにしよう。だから今のも僕もそれなりに、あ、ここね、ここね、したら次同じ、ここと同じイメージの位置にこっちの手を出そうとかね、当たり前ですよ、うん、じゃなきゃ見えないから、うん、ダーン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 、じゃあ見えないです、うん、なんか同じとこ行ってるから不思議なんじゃない、うん、で、不思議だったのに下げるものみたいな感じです、僕の中では。だから簡単に作ってないです、この当たり前の向きでも。僕はなんかもう起承転結、ドン、ドゥ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 ン、やっぱ音楽の展開みたいな、音符みたいな。でもみんなも踊るときにそれを考えて、さっきのなんだろう、止めた感じからやるような感じとか、淡々としたとこから急に動くとか一緒だよね、全部一緒。淡々としたところから急に動く、そういうことですね。やってみよう。皆様、ノアチャンネルご清聴いただきありがとうございます、楽しかったと思っていただけたら、ぜひこちらチャンネル登録、そして、グッドボタンよろしくお願いしたいと思っております。もう一度言いますよ、チャンネル登録とグッド、チャンネル登録とグッド、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。